市議会議員の川口博史です。今回は、生活交通の充実ということでお話をさせていただきます。福岡市内においてもちょっと山際に行くとですね、まあ、海の方もかもしれませんが、どうしてもバスとか鉄道が近くにない、生活で不便だというところを、一定の基準を持ってしてます。やっぱどうしようもないところあるんですけれども、ポツンとですね離れたところにあるとかいうこともありますので、今は、鉄道駅から1キロ、そしてバス停から500メートル以上離れてるとこ、もしくはそれ以内でも、バス停から40メートル、高い、まあ、坂がですねある下ったり登ったりしなければならない、そういったとこを指定しています。しかしながら、なかなかですね、高齢化社会の中、それでも遠いよと大変だよというお話もたくさんいただいている中で、今その見直し、請願が全会一で通りました。いくつかの問題はあるんですけれども、例えば今あるバスがやめちゃう場合、採算が合いませんという場合、西鉄さんには、福岡西鉄さんですけれども、いやいや頑張ってくださいとお願いしてますけれども、やめちゃった場合、それを市が今度コミュニティバスとかですることもありますし、中には福祉の施策では、タクシーとかですね選んだりすることによって若干使えることはできるかもしれませんが、日頃の生活、買い物行くのも大変よということがもうクローズアップされてきました。その中で今回はその距離を鉄道から500、バス停から300を超えるとこはやっぱそういったもの不便なんだということに見直したらどうかと、まずは調査をしようということになりました。そうすると街中でもポツンとですね、そういう場所も出てきます。で、これがなると、例えば、西鉄さんが辞めたんじゃなくて不便なとこをコミュニティバスを回す場合、安くですね頑張ってちっちゃなワゴン車等でやられることもあるんですけれども、補助も何もありません。こういう地域であれば補助ももらえます。しかしずっとではありません。しょっぱないる経費何年間ということになってですね、それでうまくいかなければ取り残されてしまう。そういった中でまずは鉄道から、1キロ、バスで500でいろいろ検討したんですけれども、それと合わせて、そのギリギリのとこはやっぱり困るよと、500メーターは、遠いよと、まあ、40差があったらですか、言ったら近場でもいいんですけれども、坂があってですね、40はないけれども、お年寄りが500メートル歩いてバス停に行って、何本ねバスがあるかかりませんが、そういうところにもう少し目を向けて、そしてそういったバスを自主運行する、これも大変なことなんですけれども、補助も限られて、その期間が終わっちゃうと、まあ、忘れられちゃうんじゃないかなと、そうじゃなくてもっとそういうところのことを真剣に考えましょうと、まあ、お金はかかるかもしれませんけれども、例えばバスを回して何人かしか乗らないならば、ある面じゃ、タクシーが使えるような仕組み、そういったのが、効率的ではあると思います。まあ、状況によってですね、どういう施策がいいのか、しかしまず、どういう方たちが、そういう不便なところにおられるのか、どういう状況なのかを調べないといけません。そういった中で今回やろうやということでですね、すぐ、お金をどうのではありません。まず実態を知らんことには言えないやろうと、で少しでも良くなるように、一歩踏み出そうということで、請願が全会一致で可決されました。いろいろな課題もあると思いますし、今後いやそれはどうかと、施策の、考え方の違いも出るかもしれませんが、一歩動きました。もう高齢化社会で、そういった、お年寄りも街中に来る方が多くなって、中には、もう限界集落ということも言われております。じゃあ自動運転でですね、まだまだ街中は逆に混雑するでしょうし、そういった、ところまでですね、まだまだ早いとはいえ進んでいくにはだいぶかかります。しっかりとどういったことができるのか、今後議論を私ども参加していきたいと思います。